はい、すいません。おお、すいません。これ洋室。そうですね、あのもともとあのこうフローリングだったんですけど、あのちょっと絨毯に変えて。ここ 4.2 畳。はい。へえ、ちょっと古めではあるんですけど、うん、そうですね、別にでも気にならないぐらいの、まあ、綺麗なんですよ、ね、はい。これがここが、お風呂ですね。ああ、そうか。お風呂に洗濯機を置くスペースもあるので、あ、はいはい、まあ、トイレちょっと見せましょう。トイレ、トイレです。うん、綺麗ですね。はい、綺麗になってますね。なるほど。左側で、あ、これキッチンか、はい、あ、ほんまや、写真と、はい、ほぼほぼ一緒。あ、そりゃそうか。蛇口コンロね、ガスの、まあ、あんまり料理ね、しないっちゃしないですけど、まあでも、なんかするようになるのかな、こんなのと。まあこれだけしっかりしたら、ね、なんか手元の方が分かる。あー、なるほどなるほど、なるほど。結構大きい方ですか、これ。これ多分ファミリータイプ。ああ、そうっすよね。ちょっと流れを組んでる、ね、はいはいはい。あらす、はいはい、こっち、はい。ここが和室です。おお、なるほど。6畳です。あ、いいっすね。やっぱ畳の部屋あるのとないのと全然違う。あのちょっと古めの物件だからこその感じがあって。あ、なるほどなるほど。いや、広いっすね。なんか広く感じますね。あ、ですか。これが、あ、ここ押し入れです。あ、押し入れ、あの唯一の収納スペースになります。ああ、なるほど、はい。ああ、なるほど。この突っ張り棒とかをこうやって、ハンガーラップ、あー、できますね。あ、これ上もあるし、なんか、はい、まあ、棚を置いて、あの引き出し、あ、使い勝手良さそうですね。全然もう、あの奥行きも結構あるんで。うーん、なるほど。十分、だいぶ広いですね。そうですね、お一人で、ね、すぐには、あ、でも、まあ、そうですね、今のところ一人、はい、の予定ではあるんですけど、今後、はい、どうなるかっていうところですけど、はい、いや、畳の部屋は欲しいなと。あ、本当ですか。あ、もういいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい。はい。ここが洋室。さっきちょっと、あ、ちょっと 6.2 畳。6.2 畳。ああ、ここはもう本当に収納もあるんですけど、うんうんうん、あの扉を取っ払って、はい、あのダイニングとここをこう、あー、それだいぶ広がりますね。はい、それもできます。うわー、これそうだよな、なんか趣味部屋みたいな、例えば。あ、それでも全然。これポスターどうしようかな。うわー、あー、6点広いですね。まあまあ、はいはいはい。あ、ポスター貼りたい。なんかこの貼りたいんですけど、例えばこの画鋲とか刺しちゃっていいかなみたいな、はいはいはい、ああ、そうですね、まあ、物件によってね、そうなんですよね、厳しいとことかあるじゃないですか。なんで、いや、イメージはできてるんですよ。なんかいろいろ貼りたいんですけど、そんなんでどうなんですか、OK なんですかね。まあちょっと大家さんに聞かないとあれですけど。ああ、大家さんってそのオッケーなタイプなのか、あのタイプ分かれるじゃないですか、はい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 、厳しい方もいらっしゃるし、はい、まあ、うん、直接聞いてもらって。分かりました。なんか連絡先とか。あ、お姉さん、そこに。え、お姉さんです。え、いや、え、あ、ずっと、あの、え、一緒に回ってました。は、大家さん。
あ、OK。 あ、OK だ。やめます。はい、え、バビオ OK です。あの、いや、もう一回検討させてください。あ、結構気に入ってらっしゃってましたけど。ちょっともう一回、大家さん。大家さんです。大家さんですって。あ、OK です。一回考えさせてもらっていいですか。ごめんなさい。ちょっと、あ、はい、実は他も迷ってる物件があって、あの、ごめんなさい。どうしたの？どうですか？はい。あの、結構気に入ってらっしゃって。あの、あ、OK みたいです。はい、審査通りました。審査通りました。審査ですか、今。はい。あの、一回考えさせてもらって、もう一回あの改めて連絡させてもらうという方でもよろしい。はい、あ、ちょっと。はい、すみません。ありがとうございました。ちょっと、あの、僕も、用事があ、そうですか。はい、え、他の方決まっちゃう可能性もありますけど、それはまあタイミングなんで、はい、仕方ないです。え、すいません。あ、すいません。あ、 OK みたいです。はい、何が、あ、僕、あの、検討させていただきます。すいません、失礼します。